お疲れ様です。チーム軍艦のいです。はい。ってことでね、OB 第6弾来ましたね。野手が少ない気がしてたんで、OB 第6弾来るんちゃうんかなと思ってたんですけども、平野さんが登場しました。平野さん、強いですね。ツイッターを見てますと、平野さん登場してね、とても喜んでる人多いと思います。僕もエナジーさえあれば絶対獲得してました。ただ、もうすぐグランドオープンっていうことで、無課金の方ね、悩んでる人もいると思います。今回の動画は平野さんの能力解説と無課金はどうするか解説していきたいと思いますので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。それではやっていきましょう。それではまず平野選手の能力解説からやっていきたいと思います。 OB 初登場となりましたが、タイムスリップの能力と同じでございます。タイムスリップで登場してるんで、 S ランク、A ランク持ってる人多いと思うんで、限界突破しやすいのはありがたいですね。平野選手の強いポイントは3つあると思っています。完全ミート型でデフォルトミート A、 セカンドの守備82の A、 限界突破でセンター、ライトも守れるですね。平野選手の能力なんですけども、弾道はグラウンダーですが、ミート84の A、 パワー58の D、 走力73の B となっています。完全ミート型のデフォルトミート A ということで、これがね、20日から始まる最強決定戦に必要な能力となっています。無課金にはね、このオーダーかなりハードルが高いんですけども、平野選手が登場してくれたおかげで、シリーズ2の選手だけでミート型8人のコンボを発動することができます。近本選手とかね、原口選手の称号を決めないとダメなんですけども、ワクワクするね、オーダーじゃないかなと思います。いやー、こんなオーダー作ってみたい。そして檜山選手とオマリーさんの称号も決めれると、パワー型8人のコンボも出せるおまけ付きでございます。ミパ合計値は低いですけども、リーグ目線ではとても強い選手かなと思います。そしてセカンド82の A は本当に素晴らしくて、阪神純正のセカンドでは一番守備適性が高いですね。2番目は大和選手だと思うんですけども、セカンドにはね、岡田さんや真由美さんがいますけども、守備が C なんでね、守備が不安な方はリアタイ目線的にもこのね、守備 A 平野選手は獲得しておきたい、そんな選手になっていると思います。そして限界突破でセンターライトができるのもとてもありがたくて、センターには近本選手、ライトには佐藤選手がいるんで、リーグリアタイともにセカンドでの起用になると思いますけども、特にリーグでは複数のポジション守れるのは本当にね、使い勝手が良くてありがたいんでね、なのでそこはね、助かるのかなと思います。個人的にはこの3つのポイントがね、平野選手の強いところかなと思うんですけども、平野選手の強さはね、本当分かりやすくて、ミート型で守備が高い、リーグではね、ミート型8人のコンボを出せるなら必須の選手になりますし、リアタイではセカンド補強したい人には必須の選手になるのかなと思います。欲しい人にはドンピシャの補強になると思います。平野選手の強いポイントを解説したので、ここからは無課金はどうするか考えていきたいと思うんですけども、平野選手ね、確かに強いんですけども、ネックは月末にグランドオープンが来ることだと思います。スピ4300の選手が登場するんで、今はね、無課金はグランドオープンに向けてエナジーを貯める時期だと思っています。グランドオープンや2023年タイムスリップに向けてエナジーを貯めてる人とか、リアタイ勢だけどまだオーダーが強くなくて、アーティストとかね、球種の強い投手が欲しいよっていう人なんかはスルーでエナジー温存でいいと僕は思っています。平野選手の獲得が今のオーダーにドンピシャの補強になるなら獲得してもいいと思っています。例えば20日から始まる最強決定戦のためにミート型が欲しい人とか、リアタイ勢でセカンド補強したい人とかは獲得していいんじゃないのかなと思っています。ガチャで40連で獲得できるのもめっちゃありがたいのと、はい、エナジーもね、そんなに使わないのはありがたいですよね。はい、あとはね、もう皆さんのオーダーや考え方次第かなと思いますので、皆さんの平野選手の感想なんかも教えていただけたらなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。できればね、 OB 第5弾で登場してほしかった、そんな感想なんですけども、次登場したら必ず獲得したいと思います。やっぱりね、守備 A がね、どこまで強いのか、リアタイで使ってみたいなと思います。弾道グラウンダーなんでね、スターロードでも活躍してくれると思いますし、何より平野選手と鳥谷選手の二遊間は激アツなんで、いつか2010年のオーダー作ってみたいなと思いました。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。それでは最後に無料10連やって終わりたいと思います。ツイッターとかね、あとは配信の時にね、コメントいただいたんですけども、この無料10連で S ランク当ててる人結構いるみたいなんで、なんとかね、僕も S ランク当てれるように頑張りたいと思います。1回目はですね、 A ランク3枚当てることができたんですけども、 S ランクはダメでした。
今回はどうなるかとちょっと厳しいかな。最新の方でね、ファイナルミキサーの方で結構ね、いい補強ができたんで、今ね、必死にオーダー作ってるんですけども、はい、最強決定戦に向けてね、最後の、はい、オーダー作りというところで、またね、週末に、オーダー紹介したいと思いますので、楽しみに待っていただけたらなと思います。さあ、S はないんですけども、確定以外の A ランク欲しいけど、なさそうですね。じゃあ、Gチームの A ランク、お願いします。誰が来るか。ああ、宇佐美さんでした。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは阪神純正でプロスビ楽しんでおります。ぜひチャンネル登録、そして高評価していただけたらとても嬉しいです。お疲れ様です。ありがとうございました。バイバイ。